お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですね、なんとエレジャイで世界1位にいた方がね、いましたというわけで、このエレジャイデッキやっていきたいなと思います。で、まあ、その方が、まあ、サド選手っていうね、海外の、まあ、韓国ですかね。あれちょっと今順番が2位にまでいっちゃって落ちちゃってるんですけど、さっきまで世界1位いましたね、このエレジャイ。まあ、ライトニングといっても、もともとがゴーレムだと思いますね。ゴーレムの枠がエレジャイに変わっただけ。まあ、そんな感じのね、デッキなんですけど、やっていきたいなと思います。で、まあ、エレジャイで世界一は結構やばいと思ってて、なんか、エレジャイ、そんな強くはなくねって感じだと思ってるんですよ。なんかめっちゃ流行ってるわけでもないですし、まあでも全く使われてないこともないんですよね。だからまあゴミカードっていうわけでもないですし、まあ別にだからといってぶっ壊れでもないですし、まあ程よいね。程よい。使ってもいいけど、別に使わなくてもいいみたいな。いや、そんな感じのカードなんですけども、まあそんな中でね、世界一いってるのはね、ちょっと流行りそうですね、今後ちょっと。よいしょ。さあ、まあ最近だともう、このゴレか、ゴレじゃねえ、ごめんなさい。もうゴレって言っちゃう。だってゴレがエレジャイになってるだけなんで、ゴレってちょっと言っちゃうことがもしかしたらあるんですけど、この、ダックプリ型のエレジャイか、まあ、あとは、あれですね、ムート型もありましたね。ダックプリの枠がムートの、エレジャイを使ってる人もいました。全く同じ方のね。で、まあ、あとは、なんだ、まあ、エレジャイプラスのスパーキーデッキとかも、まあ何回かは見たかなというような感じですけど、ほんとそれぐらいしか使われてないですね。あ、マスケの延命がうまいっすね。まあでもこれ今回もしかしたらという方も、相手の敵は 2.6 北ですね。まあなので、まあ施設もありますし、トルネードもあるんで、まあ基本的に相性いいんじゃないかなと思います。まあでもエレジャイの弱点が、まあ施設なんですよ、施設。そう、施設に対してすごいボコボコにされちゃうんですよね。まあ、なんですけど、まあ、そこにはしっかりライトニングを打って、で逆に遠距離の、まあ、ユニットだったら、まあ、攻めトルネードでね、寄せてあげてみたいな、まあ、そんな感じで戦っていければ、結構万能にね、まあ、幅広く戦えるんじゃないかなと思います。なので、こう、もう前半本当、胃もって耐えればいいかな。周りのカードはめっちゃ優秀なんですよ。このアイスイズベビドラ、まあ、そしてまあダックプリもいるんですけど、まあ、このカードたちはもう強いんで、まあ、しっかりこの形で、まあ、守ってできればいいかなと思います。さあ、とりあえずこれは、一回ユニットで受けてね。まあ、できるだけダメージを抑えて、ベビドラが、マスケを、あ、もう一発？あれ、なんか延命されるとちょっとめんどいですね。もう折りぐらい置いてあげて、いや、ダックプリが優秀。さあ、ここでケツエレジャイとかやっちゃいましょうか。まあ、逆サイド来ても、まあ、アイウィズ許容だったり、まあトルネードだったり、いろいろできるんで。まあこれはトルネードいいか。待って。ずれる。よいしょ。あ、待って、ちょっとタイミング遅かったですね。まあでも、これ組んで、まあライトニング打つだけだと思うんだけど、どうなんだろうな。エレジャイの刺さり具合がわかんないですね。で、エレジャイは、施設、タワーまで届けば、あれなんですよね。このカウンター攻撃が、遅延効果があるというか、エレジャイみたいなスタン効果があるんですよ。なので、タワーまで届いてしまえば、相手のタワーの攻撃速度が落ちるんですよね。まあ、そしたら、エレジャイだ。すげえ名前間違えるんですけど、エレジャイの、よいしょ。あ、待って。やばい。普通にごめん。これは普通にただのプレミ。エレジャイがミリでも、なんか、タワー攻撃相手送れるんでね、めちゃくちゃタワーに刺さるよというような部分はあります。さあ、これは結構やばいですね。ケツエレジャイをしてペースをつかみたいんですけど、このマスケットがね、ちょっとめんどくさいですね。よいしょ。さあ、一回そろそろね、まあ、相手がもうファイボとかまで結構使ってるので、一回これはケツエレジャイタイムはありそうですね。さあ、まあ、マスケットいるんで怖いんですけどね、もう本当に檻とアイウィズとかで気合で耐えます。攻め5まで来るかな、もしかしたら。さあ、アイウィズで耐える。まあ、トルネ使っていいですね、これは。さすがにここを守らないと話がね、ちょっと進まないですね。で、大砲にライト打ってしまえば、で、エレジャイがタワーにさえ届けば、こいつマジでゆっくりでスタン効果でね、頑張ってくれるんでね。さあ、タワーまで届けば、オッケー、結構入るんですね、これが。そう、本当に、ほら。タワーまで届けば、めっちゃダメージは通るんですよね。いや、危なかったですね。めっちゃうまくね。
日本人の方の26、結構やばかったですね。めっちゃ相性いいと思ったんですけど、普通に負けそうでしたね。まあでもこう本当にもう前半耐えて、まあ、血エレジャイをしてから、まあ、組むパターン今回多かったんですけど、まあこう状況によってはてかこう、まあ、前半の時でもまあ守ってアイスイズとか施設で守って端前にこうエレジャイですね出せそうだったら、まあ、出してもいいと思いますね。なのでこうケツエレジャイしてタワウラから組むパターンと、まあ、守って端前にエレジャイ出して、いやこれちょっと構えてなかった、危ない、端前に出すパターン、まあ、その2パターンでちょっとね基本的には組み立てていく感じかなと思います。さあダクネですね、まあ、ダクネだったらゴレとかですね、まあ、でもこれはゴレがエレジャイになってる、まあ、強くなってるのか分かんないけど、うわーこれやべえな、これはちょっともう許容しちゃおう、痛ぇ。あ、ラムとかもでもエレジャイですごい守れるんですよ。あのエレジャイに攻撃してくるじゃないですか。え、ちょっと待って。延命企画みたいなのやってるこの人。マジアチャー何秒延命できるか大会みたいなのやってそうだ。やばい。めっちゃダメージ受けた。え、ちょっと待って。だから、その変な企画やめて。そう。ラムはエレジャイで多分完封できると思います。頑張ろう。いや、このダメージ痛いですね。なんか、マジアチャでこんな刺されると遊ばれてる気がしますね。ありゃさあ、とりあえずまあ、マジアチャ、さすがに2回目は来ないですね。さすがに2回目は来ないけど、まあ、どうせ対応するんでね。おー、すげえ、マジアチャ、ダクネ、エレキ、ファイボー。さあ、まあ、一旦降りていこう。耐えます。で、ラムは、まあ、施設ないとなかなか止まらないんですけど、いや、だから、君マジアチャで射抜けばいいと思ってんな。さては。いや、入るな。オッケー。で、これ多分ナイト蓋ですね、また。これあれじゃね、端前エレジャイしたら勝った説な、今。いや、蓋してこんのかい。さっき、あんなに延命してきたから逆にこう延命されると思いましたね。まあ、そこちょっとうまいっすね。まあ、でも本当に守って端前エレジャイでもいいかもしれないな、今回。てか、まあ、なんならエレジャイでいい。で、これファイボー来ますね。よし、これで止まるんでね。よしよし。しかもなんなら、アイウィザー殴らなかったら残る。いや、オッケーオッケー。で、カウンターで、攻め取るねで、相手のユニット全部ね、引っ張ってあげて、いや、エレキが来んのかな。全然、いや、オッケー。これで、ベビの範囲と、エレジャイの、このカウンター効果。あ、ほら、これで全部相手のユニットやってるんで、やばい。こう考えたら強いな。施設にはライトニングで、相手のユニットには攻めトルネードで全部かけ集めるという感じですね。なんで、ベビの一発ぐらいと、まあトルネードのダメージ。まあそしてあとはエレジャイのカウンター攻撃とかで、まあ溶かせるって感じかな。ワンチャンこんなユニットでもいいですね。よいしょ。どうなんだ。まあでも、アイウィズの遅延効果かければ、いやいい、タワーに届く。で、これは攻めトルネで、このエレジャイのカウンターでね、攻撃しないとエレジャイ溶かせないけど、したらさらにダメージが入ると。いう感じで、タワーにもね、いやめっちゃダメージ。いや、マジタワーまで届かせれば、鬼ダメージは通せれるんですけども、まあこう、タワーで通すのが結局大変っていうところでは、まあちょっと、使用率もそこまで上がってないのかなっていうところですね。まあなんで、こういうデッキは強いですね、すごい。もう前半耐えて耐えまくって、まあ後半だけ、ちょ、コントね、刺す。で、勝ち逃げする。まあなんか、スケラみたいな感じですかね、本当に前半イモル。で、最後には、通れば勝ちだから。まあ、前半ちょっとね、8コスを抱えて回すのは大変なんですけど。お、矢の雨。矢の雨にはトルネードで対抗でしょ。これやばいかな普通にバルーンとかだったら。もう、かかっちゃう。いや、なんか、大変だな、これ。まあ、一旦ね、マジ、防衛には優秀なので、このデッキね。攻めはほんと最後はエレジャイだより。わ、すげえ、枯渇スパーキーだ。ちょっと面白いな。でも、スパーキーにエレジャイは、そんな意味ないですね。撃たれてからだってビリビリカウンターするっすもんね。撃たれる前にカウンターしないといけないのに。まあ、今回は、わ、すげえな、これ。あ、これあれだな、ミスったな。これ、フリーズとか来たらやばい。一発は許容しましょうか、スパーキー。うん。エレジャイでよかったかもっすね。アイウィズエレジャイとかで守れましたね、もしかしたら。いや、そんなコストねえか。まあまあまあ、悪くないとしましょう。間のデッキまだ分かんなかったんでね、しゃあなしですね。さあ、今回、プリンちゃんがね、結構、
結構めんどくさいですね。プリンセスとホグとガゴムレとヤナメ。ヤナメは腐る。プリンセスはまあちょっと厄介。ガゴムレでも攻めとるねとかで一掃しちゃえば余裕だと思うんで。ほんでこれも前半耐えることができたら勝てると思いますね。とりあえず本当に前半、いやこれでも耐えれねえな多分。気づいた。これだってホグガゴムレされるんですよ厄災。どうやって耐えようかな。ワンチャンバレルとかもあんのかな。あ、なんか優しくなった。ちょっと金魚出しちゃって。よしよしよし。これ多分スパーキー多分入んないですもんね。オッケーオッケー。で、これは、檻とアイウィズで、オッケーオッケー、耐えろ。アイウィズ行かれる。あ、待って、バカ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 。待って待って、待って待って。ああ、行かれる。あれ待って。そんな負け方する？ちょっと待って待って。いやでもこっからですね。待って。残り30秒。これ間に合うかな？こいつ結構足遅いんですよね。一枚一枚が重い。いや、この前半にボコられたら話になんないですね。前半に耐えられるから強い出来なんですよ。これ本当に。だから前半僕はどうやっても耐えないといけないんですけど。耐えれなかったな。さあ、でも、あれ、エレジアイで、この、タレバ、エレジアイでババア突破できますね。オッケーオッケー。いや、いい。いや、でも、あれあれババア？ババア？ババさん？ババさんにちょっとボコボコに、ボコボコにされたけど、いや待ってこれ、もう一戦やりして、もう一戦やれたら勝てる気がするな。なんか、なんかユニット出したら、ベビードラ出したら、なんだろう、スパーキーに対してなんか出したら、なんかうまい感じになんかやられましたね。いや悔しいな、ちょっともう一戦負けた、ちょっともう一戦いきます。今の勝たないとな。しかもなんか、めっちゃ相性良さげ感もあったんですけどね。さあよろしく。という感じでね、もう前半マジで守ることさえできれば勝てるので、本当にね頑張って守りましょう。さあよろしく。動かない方がいいかな。タラババぐらいなら動いてもいい気もするんですけど。あ、待って、これやばい。一個高かった、外したさっきの試合からの動揺がやばい。タラババヒースピーですね。まあロイホグだったり、まあ、ロイジェイだったり、まあそんな感じのカードかなと思います。こいつの圧はすごいんですけどね。さあ、とりあえずマジでこれ延命してきそうだったら、てかまあ絶対してくるんですけど、攻めとるねで、無理やりでも処理してもいい気がするんですよね。よいしょ。OK。よいしょ。いや、OK。でかいですね。なんなら血エレジャイ？いやー、やめましょう。血エレジャイしても逆サイ振られて大ピンチになるのが怖いんで、いや、マジで前半に盛ります。で、ここはまあ、あれですね。トルネード咲いたんで、キング起動はできないんですけど、まあ、鉄壁ですね。いや、タラバマもいらないっすね。まあまあまあ、守れればいいか。ワンチャンマジエちゃん回ってないな。おぉ、マジエちゃん、ロイフグザッピーだ。面白そうなデッキと当たりましたけど、まあ今回相手はロイフグなんで、僕ダックプリがいるんですよね。なんで、ちょっと、相性悪くなそうだな。いやでも、あのマジアちゃんちょっと邪魔だな。ムートも厄介ですね。ライト打つ？延命されたらライトでもいいけど、多分してこないよ。おい。まあ、あれには檻ですね。いや、タルババか？いや、頑張ったな、よく。いや、これ、ケツエリジェでいいんじゃない？なんとなく、いや、なんとなく逆サイドが来ても、その檻でね、よいしょ、守れる。いや、金ギドするか悩むな。いや、しちゃおう。今回、このエレジャイの攻めは、そんな通すつもりはないって感じですね。今、攻め取りにしなかったら、本気で通そうと思ったんですけど、今回は、一旦、そこそこでね、いきます。で、ライトだけ打って、ユニットに。これ、ザッピーにはいかねえよな、さすがに。で、まあ、ムートに行くって感じですね。まあまあ、これでカウンターはそんな来ないんですね。よしよしよし。さあ、相手は意外とエレジャイに苦戦しそうな感じですね。で、まあ、逆サイロイが来るか分かんないけど、まあ、一旦折り置いて、ヒースピが、でもこれ、アイフィズが頑張りそうだな。攻めたらばいらないですね。じゃあ、防衛たらばいらないですね。ちょっと共有します。で、さあ、ケツエリジャイ。これですね。逆サイロイ、まあ、今ないのと、次来てもダックプリで守れる。なんなら最悪攻めライトも打てるし、攻めトルネードもできる。さあ、これは非常にいい流れじゃないのか。さあ、ダックプリまで組んであげて、そこそこにね、守りつつね。いや、いい。これあんなもう攻めとるねですもんね。攻めとるねで、全部吸ってあげて、よいしょ。
いや待って、ババがいる、やばい、バダもいい、 あれこのエレジャイ、ちょっと待って、エレジャイじゃん、エレジャイがまあ盾となり他の人をしっかり活かせて、かこの周りがね、周りが頑張るでよ、まあ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 、これも全てはエレジャイがババを溶かしてくれたおかげだと思いましょう。で、あと取った、あ、いい、これなんなら、あ、オッケー、いや、グッドゲームですね。エレジャイな、まあ、どうなんだろうな。まあ、でも、ほんと世界一いってるってことは、絶対強いというか、まあ強くないといけないんで、全然可能性あるデッキなんじゃないかなと思います。というわけで、今日はこんな感じでね、終わりたいなと思います。ぜひね、このエレジャイデッキですね。まあ、ゴレ、ほぼゴレですけど、よければ使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。